今日はこのブレンダーの操作、これをマウスではなくてペンタブレットでやる方法についてお話ししたいと思います。イラストレーターやフォトショップなどいろんなソフトをマウスではなくてペンタブレットで使っていらっしゃる方結構多いんじゃないかなと思います。私も同様にこのブレンダーも含めて全てペンタブレットで操作をしています。慣れると結構早いと思いますので、ぜひ今回はその、まあ、設定方法ですとか操作の方法についてお話ししていけたらと思っています。で早速ですが、ちょっと画面を変えますね。こちらがワコムさんのタブレットの設定画面になっています。でこの中で上からデバイス、入力デバイス、アプリケーションとあるんですけれども、このアプリケーションの中にまあいろんなアプリケーションでですね、例えば、イラストレーターではこんな設定、ブレンダーではこんな設定っていう風にそれぞれそのペンタブレットのペンにアサインする設定を変えることができます。で私の場合はこちらその他すべて、要はブレンダーと、これ一回消しますね。ブレンダーとそれ以外という風に使い分けているんですけれども、その他すべてに関しては、ペン先はクリック。で、このペンに2つボタンがあるタイプのペンタブレットを使っているんですけれども、下側が右ボタンクリック、上がダブルクリックという設定。まあこれがある意味標準設定になっているんですけども、この設定でやってます。でブレンダーの場合はどうかというと、このクリックに近い方のボタン、ここに中ボタンのクリックを設定しています。で、これがなぜかというと、ブレンダーのこの 3D ビューポートと呼ばれる画面の、今この立方体をくるくる動かしているんですけれども、この回転の操作ですとか、あるいは平行移動、こうやって平行に移動させる、あるいは拡大縮小させる操作というのはここにちょっと書かせていただいているんですけども、実はこのマウスの中ボタンを使って、まあ、中ボタンだけを押している状態で回転、ちなみにこのミドルと書かれている、ここに白くですね、ミドルと書かれているのは今マウス、あるいはこのペンタブレットの操作で中ボタンを押している、まあ、中、真ん中のミドルという意味です。左だとレフトですね。右だとライトです。で、このミドルのボタンだけで回転操作になります。で、シフトキーを押しながらやるとシフトミドルと出てますけども、この立方体が平行に移動している状態。で、コントロールキーを押しながら、ミドル、中ボタンにすると、拡大縮小のコマンドになります。つまり、このブレンダーで 3D を作っていくときに、このマウスの中ボタンを使う機会がかなり多いです。ですので、このペンの設定の、まあ一番、私の持ち方で言うと、親指に近いところですね。親指に近いところに中ボタンを設定してすぐにアクセスできるようにしています。この上側のボタンには右ボタンのクリックを設定しています。で、ブレンダーで右ボタン、これも結構使う機会が多いんですね。で、どんな場合、例えばですけれども、一度この立方体 X ボタンで消去して新しく UV 球を配置してみます。で、この UV 球は、まあ、ポリゴン、まあこのようなメッシュで構成されているため、何もしないと、まあ、このようにカクカクしたサーフェスになっています。で、これをつるんと滑らかなサーフェスにしたいなと思った時には、右クリックをして、こちらのスムーズシェードというものを押します。するとこんな感じでつるんと滑らかなシェーディングにしてくれます。で、このスムーズシェードにしたいなですとか、フラットシェードにしたいなとか、コピーしたいなとか、要は今触っている、つまりこのオレンジで
表示されているオブジェクトに対して何らかの操作をしたいなというのが、この一番上に書いてますけども、オブジェクトコンテクストメニューと呼ばれます。で、これを呼び出すのが右クリックなんですね。で、このオブジェクトのコンテクスト、つまり文脈に合ったメニューっていうのは、結構使う機会が多いです。なので、さっきのこちらのボタンに右ボタンのクリックを設定しているというふうにしてます。今ですね、これオブジェクトモードなので、右ボタンでオブジェクトコンテクストメニュー、でタブキーを押してこの編集モードに入った時に右クリックを押すと、今度は今ですね、これ頂点の選択のモードなので、右クリックを押すと頂点コンテクストメニューっていうのが出てきます。この辺の選択モードにすると辺コンテクストメニューになります。で、面、一番右ですね、面の右クリックで面コンテクストメニューみたいな。で、この今面に対してさらに細分化しますかとか、面を押し出しますかとかいう、コンテクスト、つまり文脈に合ったメニューが出てくるというのが、この右クリックの役割になってます。で、最後になりますが、こちらのペンの先ですね、これがクリックと書いてますが、つまり左クリックになります。例えばですね、再度編集モードに入りますが、左クリックは基本的には選択ですね。この今レフトのコマンドが、どんどん追加されていってますけども、まあ、このペンタブレットでちょいちょいと触っているところが選択されているという意味で、クリックのコマンドがここにアサインされているという状況になります。総括すると、何か触りたいときには左クリック、つまりペンタブレットでいうところの、まあ、ちょんと触る状態ですね。真ん中、ミドルと書いてますが、真ん中のボタンでこの視点を移動させる。で、そのオブジェクトに対して右クリックでコンテクストメニューで、まあ、いろんな、操作をしていくという、こんな構成になっています。はい、いかがでしたでしょうか。今日はブレンダーをマウスではなくペンタブレットで操作する方法について解説してきました。ブレンダーの基本的な操作に関しては、こちらの動画をご参考ください。この動画がご参考になったという方は、いいねボタンやコメントをいただけると嬉しいです。他の動画もチェックしてみてください。それでは、ありがとうございました。